200万円回収するまでやめれません企画。やめます。はい、じゃあルール通りフルマンスタート。今日ならいける。または東京ゲート。まあね、自信あるし。何どう、さっきはトップスタートじゃん。これあれ、いけ。はい、皆さんこんにちは。福岡に参上です。第9回100万円回収するまでやめれません企画、やっていきたいと思うんですけれども、本日アシア SG チャレンジカップということで、初日なんですけれども、今日ね第6回に70万回収して、第7回に40万とかし、第8回に30万とかすということでゼロになったので、まあ仕方なくねルール通りまた5万円からのスタートなんですけれども、今日まあね5万円以下の勝負投資で増えた額をまた転がしていくっていう形で、1からねまた頑張っていこうと思ってます。で、一応もう勝負するレースは決まってるんで、まあ今日の目標額はまあオッズ次第なんですけれども、前売りの時点ではおそらく当たれば2、30ぐらいはいくと思います。で、ハマれば4、50までいくと思うんで、まあ今日もね一発狙いでいきたいと思います。でもこのスタイルは変わらないんで、僕の船券スタイルは一撃狙いのスタイルは変わらないので、いくらぶち込もうが5万だろうが、30万だろうが、一撃狙いでいきたいと思ってますので、今日も、1頭一切買いませんということで、特大回収していければと思ってますということで、じゃあ気合い入れていきましょう。先生、100万で勝負するみたいな話でしたけど、どうするんですか？一応ちょっと今かなり迷ってるんだけど、結局5レースまで全部逃げなのよ。なんか100万来たんだけど、俺いつもこうじゃね、いつもいい逃げすめになってね、でぶち込んで自滅してんじゃん。でもやっぱ来たら悔しいんだよね。一応展示タイム見ても、一応俺が狙おうとしてた選手の展示が、全然出てないんですよ。迷うわマジで。はい、現在1時8分、6レースの、締め切り4分前なんですけれども、実は今日6レースで勝負しようと思ったんですけど、ちょっと冷静な判断を下しますわ。これはケース。なんでかっていうと、結局5レースまで全部イン逃げが決まってて、本当は、この6レース4角の池田のまくりを、ね、狙いたかったんですけども、今日の水面じゃちょっとね池田のモーターでも攻めきれないっていう判断をして、ここは剣します。来たらもう超悔しいけども、長期的に見た時にここで勝負するというのは俺は間違ってる判断だと判断しましたので、これは剣いたします。はい、さあ正しかったか否か、俺の冷静な判断は正しかったか否か。来るな来るな来るな。やばい、いってる。うわよしよしよし、あぶねあぶねあぶね、よしよし。どうよ、ケイ、この冷静な判断。うわ、ヒヤヒヤした、マジで今。よし、望みは次につなぎましょう。さっきの6レースを剣してからですね、結局一度も、戦いませんでした。今日は、まあ、無傷で帰るということになりましたけれども、まあ、こういう日もあっていいかなと。やっぱ冷静に勝負することが大事なんでということになります。はい、じゃあ小倉のホテルに戻って今日はゆっくりしたいと思います。今日ならいける。やっぱジンクス大事なんで、あの70万あった時の服装できました。ロンティー、ジーパン、靴、これ全部一緒です。ちなみに靴下まで一緒、マジで全てが一緒。やっぱジンクス大事でしょ。はい、大事です。大事です。大事です。よし、行きます。はい、じゃあルール通り5万スタート。マークカードをお入れくださいでください。お金すれば発行ボタンまたは投票券を。
はい、勝負するレースを芦屋の8レースにしました、このレースが峰選手とブス島選手が売れてるんですよ、まあ、名前もあり記録もありと。ただ、僕が狙いたいのは3号艇の岡崎選手、まあ、一番最初に出した動画でも僕岡崎選手優勝候補って言ったじゃないですか、はいはいはい、で初日がイン逃げ水面すぎて見せ場は全くつけれなかったけれども足はめちゃめちゃいいと。なるほど。でやっぱ足あって3号艇のまくり差しがやっぱ一番狙い目だと思うんで、ここは峰選手が多分差しに行くと思うんで、坪井選手を逃がすかと思ったところに岡崎がまくり差してくると。で逆に岡崎が出すぎた時に外ぶん回すパターンならブス島を連れてくると、うん、いうことで本戦は315戦でブス島が恵まれてかわしたパターン53戦。これ岡崎が外行くけど坪井が抵抗して、まあ、ちょっと外に膨れた時のブス島のまくり出し。なるほどね。で最後に岡崎がまくってブス島ついてくるけどさばききれずに3着のパターンで246を残すと。なんで計15点の各3000円で4万5000勝負か。でこれほぼ満州てかほぼ全部満州なんで、満州行ってないのが312とかかな。なるほどね。ただ312でも95倍。でほぼほぼ30万には手が届くと。ほぼほぼどれが当たっても30万には手が届くと。一番熱いの来たら、まあ、200倍300倍ぐらいのもあるんで、まあ、あの時の70万の再来まであるということでございます。同じ服装です。以上です。はい、岡崎参加度いかないか、ね、可能性もあったよね、うん、岡崎なら行ったら暑かったけどな。4コース引っ張ってカードから戦う4号艇の長田由宗。振り返りよ。え？振り返りよ。もうないっすよ。いや。終了。あ、難しいね。もう難しい。難しい。まあ難しいよ。SG は特にね。まあ、厳しいね。厳しいけどまだ2日目なんで4日目までは一応いるので、今回の動画はここで締めになりますけれども、おそらく今回祭の SG の、3日目か4日目のどこかで勝負すると思います。次やな。この企画マジやばいね。今回第9回賞、うん、9戦1勝7万首位が全外れ。きついね。まあ、今日帰宅してしっかりレースを振り返ってから、また勝負レースを決めていこうと思います。今回は、ここで締めさせていただきます。ありがとうございました。切り替えて切り替えていきたいと思います。オビエゴ頑張ろう。